数年に一度の強い寒気が流れ込んでいるきょうの道内札幌の最高気温は氷点下5.1度と今シーズン一番の寒さになりましたこの寒さの中市民は朝から雪かきに追われましたち午後は各地で気温が下がり 午後4時には札幌で今シーズン初めて氷点下10度を下回ったほか、日本海側で氷点下10度を下回る寒さになっています。明日が寒さのピークで、札幌の予想最高気温は氷点下10度です。また、道内は冬型の気圧配置が強まっていて、雪と風が強まっています。明日にかけて予想される最大瞬間風速は、 日本海側と太平洋側で35メートルとなっています。明日夕方にかけて予想される降雪量は多いところで日本海側は50センチ、オホーツク海側は40センチです。日本海側を中心に猛吹雪や大雪に警戒が必要です。またすでに交通にも影響が出ています。JR 北海道では雪と低温の影響で今日は90本の列車が運休しました。 明日も同欧・同北を中心に特急11本、快速エアポート28本を含む179本が運休することがすでに決まっています。では現在の札幌の様子です。気温が現在氷点下11.7度となっています。今シーズン初めて氷点下10度以下です。寒波の影響で午後から気温が急激に下がっています。 明日の予報ですが、明日も気温が上がらず、1日を通して氷点下10度を下回る見込みです。また、雪は日付が変わる頃から降り出し、明日日中は吹雪にも警戒が必要です。続いて、小樽です。小樽、現在は雪は止んでいるようです。現在の気温、氷点下12.8度となっています。明日は一点、猛吹雪に警戒が必要です。 暴風のピークは明日の昼前から夕方にかけてになりそうです。えー、先日も通行止めなどありました。暴風吹雪による交通障害に警戒をしてください。続いて、東北の輪っか内です。輪っか内市には現在、暴風雪警報が出ています。見通しもかなり悪くなっています。輪っか内では、暴風吹雪のピークは今夜と明日日中の2回ありそうです。気温が低く、さらさらの雪が降るため、吹雪やすくなっています。 いつも以上にホワイトアウトなどに警戒をしてください。